ライフクマルは、川崎造船所が1918年に、当時の世界最短記録となる30日間で建造した貨物船である。主に国際機船により運航されたが、1925年4月21日に、神奈川沖で悪天候のため転覆沈没した。地点の異なるバミューダトライアングルでの行方不明船として紹介されることがある。 川崎造船所が第一次世界大戦期の1916年から1921年にかけて75隻を量産した第一大福丸型貨物船の一隻である。当時の川崎造船所は日本も参戦した大船による膨大な船舶需要に対応するため5000総トン9000最下重量トン級の標準船形として第一大福丸型を設計。 ストックボート扱いで大量建造して、同盟国のイギリスやアメリカ合衆国へ輸出していた。第一大福丸型は大量生産による費用と、後期の圧縮を重視したシンプルな設計で、最下重量が比較的多いのが特色という程度の低性能線だった。それでも川崎造船所の主力製品として、 巨額の売り上げをもたらし、社長の松方孝次郎が美術品、松方コレクションを築く財源となった。第一大福丸型は、気候から浸水まで50日間から70日間程度の短期間で建造されたが、中でも、来福丸は短期建造の新記録を狙って、特に急速な工事が進められた船だった。1918年10月7日に、 川崎造船所の神戸工場で寄港すると、500人以上の工員を投入して、昼夜健康の作業が行われ、23日間で船体が完成して10月30日午前6時には、浸水式にこぎつけた。偽装も6日間で完了し、30日目の11月5日には、無事に、試運転を終えている。船台の横に、 リベットや後半などの資材を並べる徹底した準備に基づく作業であった。ライフク福丸以前の船舶の短期建造記録としては、ベスレヘム造船が同年7月4日に寄港して8月4日に浸水させた、インビンシブルが32日目の浸水で世界最速であったのをライフク福丸の記録は一挙に塗り替えた。両船の大きさの違いを考慮しても、なお、 雷福丸の建造速度が上回っている。気候時の鮮明は第30大福丸だったが、建造中に雷福丸に改名している。竣工した雷福丸は、ストックボートとして、川崎造船所船舶部の持ち船になった。輸出を主眼に大量建造された第一大福、丸型であったが、第一次世界大戦の終結もあって、裁ききれなかった。 20隻余りの輸出船を除いた残りの多くは1919 19年4月に設立の川崎汽船、さらに同年7月に日本政府の援助で設立の国際汽船へと順次現物出資され、来福丸も1920年には国際汽船が船手に変わった。受注の積み荷が少なく軽流状態で過ごすこともしばしばあり、戦時急増型で性能の割に、 戦火の高い第一大福丸型は国際汽船の経営を圧迫した。1925年春には国際汽船は日本からパナマ運河を抜けてニューヨークフィラデルフィアボストンを経由してハンブルクに向かう貨物便を2週間に1便発行の定期航路として運航しており来福丸もこの航路に就航していた。1925年4月19日 小麦7400トンをバラ積みにして、ボストンを出港し、ドイツのハンブルク港へ向け公開中、21日午前5時50分、ノバスコシア州ハリファックスの南南東200海里、北緯41度32分整形61度41分、北緯41.533度整形61.683度、41.533-61.683付近で、 暴風雨のため救命ボート全部破壊された。船体の傾斜30度になり、航行不能。至急救命コートの遭難通信を発信。当時の会場は風力9の試験だった。雷福丸が無線電信で打った遭難信号は21日午前5時47分にイギリス客船ホメリックにより受信された。現場に向かったホメリックは 午前10時54分に、ク福丸を視認したが、すでに60度に大傾斜して、転覆寸前の状態であった。ホメリックが、写真撮影しながら見守る中、午前11時55分に、ク福丸は、カナダ沖の大西洋上北伊41度43分、整形61度39分、北伊41.717度整形61.650度。西 41.717-61.650の地点で転覆沈没した。ホメリックは遭難乗組員に白人が含まれていないのを確認すると救命ボートを下ろすことはせず12時3分に現場を去った。国際規制会社は22日来含まる遭難の方を受けると直ちに乗組員の安否をニューヨーク出張所に紹介するとともに ケライン所属船一隻を遭難現場へ急波することにした。幸い、ボストン港には入港したばかりの同系の車線のハドランマルがいたので、淡水を補給させ、ニューヨーク駐在員を乗せて23日出港させた。一方、ニューヨーク出張所はカナダ総領時間を通して、カナダ政府に救援を要請し、カナダ政府は、 海事部及び漁業管理局の救助船、あるる他をハリファックスから出港させて、捜索に当たらせた。カナダ海軍艦艇など、数隻も救助に出動したが、生存者も遺留物も発見できず、ライフク福丸の乗員38人は全員死亡した。ホメリックが救命ボートを降ろさなかったことについて、日本の海事関係者などから最善を、 尽くさなかったとして激しい非難が向けられた。十数名の乗員が転覆後も船体にしがみついていたのに白人が含まれていなかったため見殺しにしたとも報じられた。当時のニューヨークタイムズはホメリックの乗客の間でも救助活動が十分であったか見解が割れていることを報じている。日本会員組合と会員協会は抗議の演説会を開催し、 1925年5月に開かれた国際労働機関の第7回総会へも救助活動での人種差別撤廃などを求める緊急議題を労働者代表を通じて提出した。ただ、国際労働機関への議題提出期限が過ぎていたこと、日本政府代表がイギリスとの外交関係悪化を懸念したこと、内示を受けたイギリス代表団が激しく反発したことなどから、 正式議題には取り上げられなかった。ホワイトスターラインはタイタニックの選手であったことから当時の現地報道姿勢は冷ややかだった。報道が日本に伝わると激高した感情論が沸き起こった。古くはノルマントン号事件から日本はたびたび不平等条約、人種差別問題の審査を味わった経験から一般世論も過敏であった。本戦の沈没は 蒸気のように最後の姿まで確認された事故であるが、全く地点の異なるバミューダ・トライアングルでの行方不明線として紹介されることがある。例えばノンフィクション作家のリチャード・ワイナーの著書では、1925年1月にパナマ運河を抜けてニューヨークへ向かう途中、バハマ近海で探検のような危険が迫っている。早く来てくれ。との意味不明の救難無線発信後に、 消息不明となった胸が述べられている。都市伝説と化した。来含まる沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。